階級は3対3に分かれています。ドリーム仙台12レース進入内側から1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。ドリーム仙台12レース3号艇5号艇スタートを除いていく。その後は1号艇も出ていった。一周内幕1号艇平田が逃げる。まくる3号艇の田口節子を受け止めていく。続いて5号艇2号艇向こう正面は1号艇平田が先頭。スタートは前提正常でした。1号艇平田がトップ。まくって攻めた3号艇田口2番手ですがすぐ後ろにつけていく。後続は2号艇5号艇一緒に幕1号艇平田に対し内側攻めていった。3号艇の田口がさあ内側合わせていった。それでも1号艇平田がこらえました。先頭は1号艇平田かなな。今日は前半と連勝ですね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。初日いいリズムになったんでこのリズムのまま行きたいと思います。応援よろしくお願いします。